皆さんこんにちは。2019年の全英女子オープンで日本人選手として42年ぶり2人目の海外メジャー優勝を果たした渋野日向子選手。それ以来メディアに取り上げられ、渋子スマイル、スマイルシンデレラがお茶の間に放映されると、その明るい笑顔に惹かれたファンが一気に増えたのではないでしょうか。若くて明るくて見ているものを幸せな気持ちにする笑顔ですよね。そんな渋野日向子選手ですが、怪我が多い選手のイメージがあります。今回は渋野日向子選手の過去の怪我や逮捕の噂、彼氏と噂の野澤春日さんとの結婚について紹介していきます。渋谷日向子選手は国内ツアー宮里藍サントリーレディスに参戦しましたが予選落ちし、ブリヂストンレディスでは左手親指付近にテーピングを巻いてプレーしていた日もありました。それから中3週経った状況について、治療には行きました、いろいろやってもらって改善しつつはあると思いますけど、怪我って一瞬で治るものではない、そこは長い目で見てって感じですと話していました。腱鞘炎のような症状とのことです。徐々に回復してきたとのことで、先週くらいから問題なくフルショットできるようになったと話していました。その結果ちょっとドローボールが出るようになりました。振り切れるようになった感じはあるので、ショットの精度は全然ですけど、そこが大きいかなと思いますと話し、まだ完璧な状態ではないようですが、前向きな材料が揃いつつあるそうです。そんな渋野日向子選手の怪我ですが、似たような怪我を松山英樹選手もしていたそうです。松山英樹選手が同箇所の激痛により3連覇のかかるフェニックスオープンを途中棄権、1ヶ月半もツアーを離れ、21年にも痛みが再発していたそうです。渋野日向子選手はどうなのか、並木俊明プロが話していました。渋野の詳しい故障箇所は不明だが、今年はトップを高くするスイングに改造中で、ショットが安定しない、昨年のフックとは逆にスライス系の球筋が多い、右サイドに池が続くホールなど右へのミスを嫌がり、インパクトでヘッドを返すと左手親指に大きな負担がかかる、渋野はややウィーク気味のグリップなので、この動きをすると左手親指の付け根を痛めやすい、ここは筋肉をつけて強化できないし、一度痛めると癖になるものが多いので、プロゴルファーの職業病と言われている。昨年までの渋野日向子選手のスイングは左手首を昇屈させたフラットな軌道でしたが、今年はトップの位置でシャフトが地面と平行になっているそうで、クラブを支える左手親指への負担が大きくなることで痛みが出ているとも考えられるそうです。横振りから縦振りへと極端なスイング改造による弊害が出始めているのかもしれません。そんな渋谷日向子選手が逮捕されたと噂になっています。実際にこれが本当なら選手生命に関わります。しかし調べてみたところ、渋野日向子選手の逮捕は事実ではありませんでした。この噂の真相は、渋野日向子選手の偽サインが書かれた写真をフリーマーケットサイトで販売していた男性が逮捕されたため、このような噂が立ちました。事件の内容は北九州市門司区に住む介護職員の男が偽サインを書いた渋野選手の写真を渋野日向子サイン額ありなどとしてサイトに出品し、周南市の50歳代男性に3200円で売った疑いとのことでした。サイト運営会社からサイトで使えて現金にも換えられる約2700円相当の利用券を得たそうで、男性は容疑を認め、サインは自分で書いたと話しているそうです。上記の内容通り、渋谷日向子選手の逮捕の噂は全くのデマでした。次に野澤春日さんとの熱愛の真相ですが、渋野日向子選手とテレ東アナウンサーの野澤春日さんの馴れ初めは2020年1月に放送されたスポーツトーク番組での共演でした。その番組名は渋子と千鳥のナイスパーじゃな超豪華アスリート新年会2020でした。この番組では渋野日向子選手が MC、 そして進行役を野澤春日さんが務めました。この初共演がきっかけとなり、渋野日向子選手が野澤春日さんに対して好意を寄せる形で恋愛関係に発展。番組共演後、複数人で会食に行くうちに渋野日向子選手の方が野澤春日さんに惹かれていったようです。そして約1年後の2021年1月29日付のフライデーで渋野日向子選手と野澤春日さんの報道がされ、2人が交際していたことが公になったわけです。週刊誌による熱愛報道をまとめると、1月5日に自主隔離後に渋谷日向子選手は真っ先に野澤春日さんの元へ向かったそうです。
1月11から12日に渋野日向子選手と野澤春日さんは高級ホテルで共に過ごしたそうです。その後1月20日に高級ホテルで同じく2人は合流。1月24から25日に渋野日向子選手が同じホテルで週刊誌に直撃取材を受け、1月29日に週刊誌の報道で熱愛発覚しました。このように時系列で渋野日向子選手と野澤春日さんの交流を確認すると、毎週行動を共にしていることがわかります。1月は5日から始まり、計5回会っていたことになるので、かなり親密な関係だったことは間違いないです。週刊誌によると、2020年の秋ごろに交際が始まったとのことで、渋野日向子選手が MC を務め、進行を野澤春日さんが務めた1月の番組共演から1年近く経っての交際スタート。そして1月は交際間もない時期とあって、恋愛関係として一番幸せな時ですね。そして今回、野澤春日さんが今月末でテレビ東京を退社することが分かりました。関係者によると、退社後は元テレビ朝日の富川悠太さんや元 TBS の国山ハセンさんのようにアナウンサーの枠にとらわれない仕事をしていくようだと話していました。同局広報 IR 部は本誌の取材に、6月30日付で退職することは事実ですと話しました。野澤春日さんはテレ東一料理好きアナウンサーを自称し、自身のインスタグラムでは調理する動画や手料理の写真、レシピを投稿。先月には最強大食い王決定戦2023に出演するなど、グルメ番組にも携わっていました。料理の腕前を生かした仕事もできる。今後いろいろな活動ができる所属事務所を探すことになるのではないかと話していました。野澤春日さんは4月 SNS に同期で、現在フリーアナウンサーの角玲奈さんとの写真を添え、入社10年を迎えたと報告。角玲奈さんがとてもたくましくなったようにも感じました。背中を押されました。負けてられないですねと綴っていました。現在は芸能事務所を探しているとのことですが、同期の角玲奈さん同様フリーアナウンサーを目指しているとの噂もありました。このフリーアナウンサー転身は恋人の渋谷日向子選手との結婚間近なのではと言われています。野澤春日さんがフリーアナウンサーになることで、今後の海外挑戦や怪我の療養などそばで見守っていくのかもしれませんね。いかがでしたか。今回は渋野日向子選手の過去の怪我や逮捕の噂、彼氏と噂の野澤春日さんとの結婚について紹介していきました。今後の結婚の報告や怪我の回復を楽しみに待ちましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。